セーブルはアメリカ海軍の訓練用航空母艦。第二次世界大戦中、パイロット訓練に使用するため客船から改装された外輪船である。左舷から撮影されたセーブルルバリンと並んだセーブル1924年に、オハイオ州ロレインのアメリカンシップビルディング社で、クレーターバッファローとして建造された。1942年8月7日に、戦時船舶管理局によって、 ミシガン州デトロイトのデトロイトクリーブランドナビゲーションカンパニーから取得され9月19日にセーブルと命名されたセーブルはニューヨーク州バッファローのアメリカンシップビルディング社エリープラントで改装され1943年5月8日にウィリアム・ウェイス・コーチ大佐の指揮のもと収益したセーブルは姉妹艦のウルバリンと共にイリノイ州シカゴを拠点として 五大湖で活動した。飛行艦板を設置したことで、セーブルは空母パイロット育成のための訓練艦として指定された。1943年6月1日に第9海軍管区に配属され空母パイロットの訓練に従事し、1945年11月7日に退役した。ウルバリンとセーブルは17,820名のパイロットの訓練を行い、 11万6000回の着艦を達成した。セーブルで訓練を経験したパイロットの中には、後に第41代アメリカ合衆国大統領となったジョージ HW ブッシュも含まれる。ブッシュ元大統領は、セーブルでの訓練経験を、私は冬に5台5で解放国ピット機に乗って訓練したことをよく思い出す。私の生涯の中で最も寒い経験だった。と語っている。 セーブルは1945年11月28日に除籍された。1948年7月7日に海事委員会によって HH 番チャー社に売却され、7月28日に廃棄された。ありがとうございます。